12時23分発、臨時電車の東武動物公園駅、満席の指定とはございません。並んだらご利用ができます。2番線から臨時電車到着をいたします。黄色い電気ブロックより内側までお下がりください。1番線電車到着をいたします。お下がりください。これがないのかボタンが。ないんじゃない。基本的にはね、掃除できるもんね。あんなもんどっこの表示なんだもんね。Thank you.
次は柏方面に通ります。列車は4号線到着です。この列車は東武南口方面に行きます。私、柏方面には何らかご注意ください。
浅草方面に相当ライン上の車がお乗り換えです。北千住浅草方面は橋渡り1番線、東武動物公園方面は、この場所の他に向かうの浅草方面からも出発します。また野田市柏方面は橋渡り7番線へお参りください。次は東武動物公園の浅草方面の出口は左側です。220円。あまり同じような写真で見ると SD カードなくなっちゃうよ。何枚かけしてくれるんですか。もう一回もう一回嬉しい。これで本節行かなくてももう私が戻っちゃってる。じゃあ本節行こうですよ。じゃあその時あの日光の復刻クラブの嬉しいよ。さて折り返す時までちょっと待ってよ。銀次かスカベって書いてあったから何だろうと思う。スカイツリー今の何スカベ、銀次かスカベとは書いてあったけど、でもそれ以外は最近のさやさ、最近の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 やさ、もうちょっとあれ拡大されてるやつ、みんな逃せんとかもあれ落ちた、もともとみんなこれやったんですよ。甲状腺入れないかもしれない。なんか間もなく電車が回りますが注意くださいって書いてあったし、なんか岩月東岩月かな、確かに。岩月東岩月か、確かに。もう走れない、もう全く使っても全部寄りまでしか来れば一部入れない。私のスイッチバックでしょ、多分スイッチバック。そうするかな。
ありがとうございました。まもなく春日部に到着いたします。お忘れ物のないようお気をつけください。新幹線到着の出口は下り側です。この電車が春日部で折り返し、東武動物公園行きとなります。東武東京ラインご予約をしたのが、北千住浅草方面は橋を渡り1番線をお乗りください。東武動物公園方面は、この電車の他に三番線からも発車いたします。また同じ柏方面は、橋を渡り長南線へお乗りください。ご利用ありがとうございました。札幌に到着いたします。札幌は10時47分の発車です。めっちゃいるな。さっきから見てきてるね。これに合わせてくれるのは、あ、特急スペーシア、紫色だ。随分スピード落とした。うん、こっからスカイツリー、東武スカイツリーなんだっけ、右の方に東武スカイツリーラインの方に転線するからね。めっちゃなんかいるじゃん、自転車の人。使いついてね、もう前ここを使ってたんだよな。カスカベージュな。OK。うん、あっちもいるじゃん、うん、出そうだよ。あれ、まだは団体あ、2020、8000、あ、8000、お、出発する。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車ありがとうございます。本日も特別をご利用いただきましてありがとうございます。次は終点の東武動物公園に停まります。
まもなく終点とも動物公園に到着をいたします。
本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。お忘れ物落とし物忘れませんようご注意ください。お出口は左側です。終点の東武動物公園に到着いたします。発車をいたします。下がってください。はい、発車をいたします。はい、発車をいたします。8番線に急行大宮行きが6両編成で参ります。